皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理用紙の布目です。今日は脂質の代謝過程についてお話をさせていただきます。三大栄養素の一つなんですけれども、私たちが咀嚼して物理的に分解して、でそれを飲み込みます。糖質とかですと、まず血の中でも分解するものを酵素というんですけれども、1回目 の、 まあその消化っていうのを受けるんですが、脂質に関しては口腔内での消化っていうのはまあほとんどありません。で、まあ、飲み込んで次胃に行きます。で胃の中でも脂質というのはほとんど消化されません。次に小腸に行きまして、初めてここで脂質というのは消化されます。で主に胆汁酸とか水液とかですね、まあ、そういった酵素によってで分解されます。その分解された後に、まあ、小腸から吸収されてリンパ管に運ばれて、そこから血管の方に移動して各組織の方に運ばれていきます。で脂質というのは、まあ、体の中の役割としていろんな役割があるんですけれども、まず、まあ、エネルギー源になっているということ、あとは貯蓄するエネルギーですねにもなっています。その他には細胞膜ですとか、あとは脂溶性のビタミンを吸収する時にも使われたりします。その他は体温の維持ですね、内臓周りのクッション、こういった働きもします。ですので脂質が不足してしまうと体にどんなことが起こってくるかと言いますと、まあ、エネルギー不足になったりですとか、脂溶性のビタミンの吸収が悪くなってで、まあ、それによって脂溶性ビタミン不足になりやすくなって、まあ、体調を崩しやすくなったりですとか、体温の維持というのができなくなってちょっと寒くなったりですとか、そういったことが起こってきます。で逆に過剰摂取なんですけれども、過剰摂取してしまった場合にはそれが体脂肪として蓄積されていきますので、体重の増加につながったりですとか、あとはいろんな生活習慣病の原因になりやすくなるといったことも起きますので、まあ、脂質というのはやはり過剰摂取気をつけて、特に、ね、ダイエットしている方なんて、注意が必要なんですけれども、極端に制限しすぎても体に悪い影響も出てきますので、気をつけていただければなというふうに思います。脂質はですね、三大栄養素の中でも一番消化吸収に時間がかかります。ですので、まあ、油物、例えば天ぷらですとかとんかつとか、そういったものを食べますと、まあ、腹持ちがいいという感覚を持たれた方多いと思うんですけれども、これというのはですね、胃の中での停滞時間というのが脂質は一番長いので、そのように感じます。だいたい糖質で胃の中の停滞時間が 2,3 時間、タンパク質で 4,5 時間、そして脂質で 7,8 時間と言われておりますので、まあ、こういった時間の差があって、一番脂質が吸収スピードがゆっくりになります。ですのでよくスポーツをする方とか大会に出る方、トレーニングをされる方というのは、前日ですとか運動をする直前といったタイミングで吸収に時間がかかってしまうので、脂質はあまり多く取らないようにというようになっております。それでは今回は脂質の代謝過程についてお話をしました。それでは次回は糖質の代謝過程についてお話をします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。